どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はスペシャルゲストハニーさんの登場でございまして、たまに聞かれます、ウクレレどんな風に置いてんですか、置いてるどういう風に、置いたらいいのかなとか、例えばお友達がガズさんの家に遊びに来た時に、こんな風に置いてんのなんていう話をよく聞くもんですから、今日はですね、どんな風にウクレレを家で置いとくのがいいか、うん、っていうことを、やっぱりうちは大体家の中のことは小杉さんがもうハニーさんがですね、いろいろ見てくれるんで、なんか注意っていうか、どんな感じ、うちがね、どんな風に置いてるか、そうご紹介をしたいと思います、うん、私がこうハニーにインタビューしながら進めたいと思うんですけど、それとね、あと今日これをね一個言いたい、もうコロナでさ、なんかみんなそのなんていうやっぱニュースとか見てもしんどいかもしれないけど、我々に音楽がありますから、ウクレレやってまずは自分をねこう楽しめて免疫力アップ、音楽ねやっと楽しいから、はい、そしたらもうどんどんそういう人ね、まあ教えてあげて、なんかそういう風にやっぱりせっかくですから時間がある、となったらちょっとプラス思考でいろいろやっていきましょう。まあじゃあウクレレの我が家の置き方、はい、置き場所、はい、まずいきなりだけど、ちょっとこれカメラ通りながら、ここに置いてあるね、これこんな感じでね、このこの下に置いてあるこれがウクレレというか楽器座布団ということで、前ハニーがガズレレ YouTube の中でも紹介動画を撮って作り方をね、皆さんにシェアしてるんですけど、どうなってるんですか、ささっと。これは、はい、なんか T シャツとか着なくなった布でいいんで、それをボロでいいんですよね。丸めて、で硬くして、であとは好きなこうものでこうどんどん綺麗に巻いていくっていう感じなんで、それ毛糸で巻いてる、これはね毛糸で巻いたんですよね、はい、誰でもできると。これはそうなんかフェルトでこう大きく巻いてもいいし、う、ね、こう可愛い布でハギレで巻いても可愛いんじゃないかなっていう感じ。楽器って下がこう丸くなってるから安定しないんですよね。これがないとやっぱりすぐ倒れちゃうから、これで安定させているということで、はい、これの座布団の作り方は以前 YouTube で紹介してるの、どっかこの辺に貼っ付けとくんで見といてください。ちなみに同じようなものここに置いてあって、これ僕のエレキギター、使ってるエレキギターなんですけど、これもね置いてあるんですよ。これだからギターも同じように下丸いでしょ、だからこれでドスッと置いとくと安定するということでございましてね、これが。で、こっちは立てかけてるだけだから、はい、こんな風にいろんな風に使い方があります。で、このアコースティックギターとかはさ、こういういいものがあるんですよ、ギタースタンド専用の。なんだけど、ウクレレでこれをやるにはちょっと大行かなということでございますね。はい、で、お次は、このちっちゃいやつ。そう、こんな小さいのでも全然あるとないと違うので、このちっちゃいのだったらもう本当に、そう、こうやって置くだけで。ご家庭ですぐできる。これ毛糸だよね、これもね。これも毛糸で。これもね、何巻いてもいいんだ、丸く、ドーナツ型でね。そう。ウクレレにはこっちの方がね、可愛いかもしれないですね。そう。それも以前の YouTube 動画で紹介してんの、ちっちゃいの。これはね、してないの。うん、じゃあ、ただちっちゃく作れてるだけです。そう。はい。まあ、作り方は全く一緒。OK です。はい。そして、こっちは小杉さんハニーのコーナーなんだけど、僕ね、いつもね、ここに置いてる。こうやって置いてるんです。こうやって置いたり、こっちか。こうやってここに置いとくと、うちのソファーの場合ね、ここは4日かかってる、ちょっとじゃあ座ってみて、そこに。別に特に邪魔にならないんで、もうすぐパッと取れるんだよね。それが一番大事で、やっぱウクレレしまい込んじゃうと、なかなか弾く機会が減るよね。だからよく言ってんですよ。だからリュックとかケース、ウクレレケースにいつも入れとくと、こういうケースっていうか、まあこれはね、ガズレレリュックだけど、こういうのに入れて出さないとね、結構弾かなくなっちゃうんだよね。だからこういうとこからも家から帰ってきてお出かけしたら出して、どっかのこのさっきの座布団に置いたりソファーの脇に置いたりしてちょっとでもね触れるのがねやっぱりねいいと思います。それがライフスタイルになるかなということで、じゃあちょっとそれ紹介してください。はい、我が家のこのボードがあるんですけどね。で、これはあんまりこうよく使うレギュラーのウクレレじゃないんだけど、ちょっとこうちゃんと見ておきたいとかね。そうね、そう大体ね、皆さんもいくつか溜まっちゃうでしょ、楽器がね。そうだけど、やっぱ壁には開けられないから。そうだ、うちも賃貸住宅だからね。で、これね、コンパネっていうかベニヤ板なんですよ、ただの切れっぱしの。それをね、立てかけて、そしてこれこうやって自分の好きなフックをかけちゃうんですよね。これなんちゅうのね、 S カンじゃないです。ただのフック違うの。これ普通はもうこれだけでフックで、うん、これは自分でビスで留めたんですね、ベニヤ板に。そこになんとこうペグを引っ掛けているんですよ。ちゃんとペグがこうね入るフックにした方がこう簡単にいけるので、しかもこのフックもいろんなメーカーでいろんな種類があるから、ホームセンターとか見るのも楽しいよね。そう、揃えてるね、可愛いからね。そうですね、いいんじゃないかな。そうするとこう3つ角度が揃ったりなんかするという。そうちょっとこう斜めにみんななってね。ちなみにですね、このペグに
引っ掛けるとかね、うん、ここペグ、ペグそんなに強くないんでって思うかもしれないですけど、何せウクレレが一番いいのは軽いんで、そんなには負担かかんないけど、でもあれですよ、一応あの我が家ではっていうことから、うん、これが別になんていうか大丈夫って言い切るわけではないですけど、まあ一応大切に扱って、今までなんか問題が起こったことは特にないですね。ね、でもこれパターンこう2つこうやってね、ああそうそう、2つこれこの金具をもう一個ここにつけて、うん、そうそう、こういう風に同じ2つかけるのがいいかも。そうするとね、さらに安定する。でこれだとちょっとそのボードごとも持てる。でなんかこんな可愛いね、自分の好きなものをこうちょっと貼ったりとかね、ボードにしてね、でもね可愛いんじゃないかな。だってこれを立てかけてるだけだから、そうそう、垂直、うん、そうで持ち運べるんですよ。だから賃貸住宅の人もこれはいいよって話です。そうそう、好きな場所に置いて、素晴らしいアイデア、これは小杖さんのアイデアでございます。はい、で、あの似たような感じですけど、あの僕のこの編集してる、今ちょうど編集してますけど、編集してるあのデスクのところにもここにフックがついてて、これも、あ、じゃあちょっとカメラ、ここにこうやっていつもかけてます。こんな感じでね。そして編集しながらこうパッと手に取れるようにしてるんで、こういうフックをつけて、結構このペグだから、なんていうのかな、負担がかかんないようにはしてますけどね。あとあのこういう毛糸、うちにね毛糸がいっぱいあるんですけど、この毛糸をちょっと切ってもらって、心配な方はねこれすごくいいと思います。輪っかにするんだよね、輪っかを作って、でこの輪っか、こんな風に輪っかが、ちょっとじゃあこれ持ってもらって、この輪っか、これをこういう風に2つ、こことここに、分かる、でこうやってなんかフックでもいいし、例えばちょっとビス打てるとか、ビス打ったりだとか、このフックにかけるとか、 S 缶とかね、こうやってやると1個のペグに負担かかんないから、これしかもこれちょっとこの毛糸細いよね、これね、もっと太い毛糸とか、これも結構カラフルで可愛いから、こういう感じでいくつも壁にかけとくとかもいいかなと思うんですよね。あと幼児とかもキッズがいる家はですね、もうキッズが触るでしょ、ウクレレを。だいたいここ触っちゃうんだよ、子供ってさ、触ってほしくないとこばっか触るんですよ。これをぐる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 回すのがね楽しいんですよね。でもやっぱちょっとパッと引くときそれだと寂しいし、子供危ないかもしれないから、あの壁のちょっと高い位置になんかうまいことこう引っ掛けられるようなことを考えるのもいいんじゃないかなと思って、よくあのこれもご紹介したりしてるんですけど、まあウクレレいろいろな置き方、これね、みんないろいろご家庭によってもいろいろあるかもしれないけど、我が家ではね、うん、こんな感じで、置き方を楽しんでますけど、結局ね、こうなっちゃったりしますけどね、こうやって、あ、でもね、まあでもこれがいいんだよね、これパッと、これ他のね、ギターとかじゃこうはいけないですよ、ここでこういう風にならないで、パッと取って、パッとサイデア、なんでこの曲やないんだろうっていうのは、ちょっと今度やろうかなと思ってますけど、まあこうやってもいつでもどこでも触ってるっていうことで、こうインスパイア、かっこいい、インスパイアされたり、なんかアイデアが出てきたり、こう16ビートの練習とかね、やっぱこうリラックスしてる時に一番こうやって進むかなと思います、ね、置き場所大事ですよ。だってここでのんびりしてるのにさ、あそこに置いてあってさ、あ、取りに行くのめんどくさいじゃないですか。やっぱこうすぐ取れるっていうのがポイントかなと思います。はい、小杖さんありがとうございました。どうですか、はい、ね、なんか挨拶、そうそうそう、なんであの本当にすぐこう取れて、うんうんうん、あの最後寝るときにちゃんとここにポンって置く場所が決まって、最後の居場所ね、そうそう、夜寝るときまで片付けないと多分散らかった家になっちゃいますからね。はい、そんな感じで我が家ではこんな風に、収納しておりますという今日はね、はい、ご案内でしたけど、はい、まあまあまあ皆さん楽しんで音楽ライフをお過ごしください、はい、うん、コロナだから余計やっぱり楽しんでいった方がいいと思います。皆さんさよなら、ごきげんよう。ガズレレ .com ホームページ見てね。さよなら。